なるお伝えも三年ぐらい前からさせてもらっております。はい、というわけで今日はあの代表がいなくて心細いですけれども、はい、頑張っていきたいと思います。というわけでゆき、はい、さん今日は何の日かわかりますでしょうか。 正解です、日本、ロックの日でございます、<laughs> 語呂合わせで。まあ、これ考えたら、日本だけのことなんですよね。ロックロック。それで、ちょっと世界でロックの日ってあるのかなって調べたら、はいはい、1>, 1月8日が世界的なロックの日になってるそうで、<ー> 1>, 1月8日っていうのが、あの皆さんご存知で、エルヴィス・プレスリー。はい とかそれから、えーまあ、ついさ最近亡くなられましたデビッド・ボーイの誕生日、はい、ということで,なんですか世界的に1月8日がはーはーロックた私にとって暑い日ということで<ー>、まあ、ここ日本では今日はロックの日ということで <laughs>、まあ、そしてまたせっかく沖縄ということなので、はい、沖縄とロックの関係について今日はちょっと調べてきましたので、はい、紹介していきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。 ゆきさん、普段歌三振をやられてるはいる、はい、ということですけどもロック音楽も聞いた好きです、もうジャンル問わず音楽が好きです。いいですね、はい、私もロック私はもう世代、今年三30になるんですけれどもロックというよりはパンクの世代になりますかね、はい、グリーンデイ、サム41などを聞いていましたけれども、まあこの沖縄のロック。 歴史を遡ると、えー、1964年頃になると言われております。はい、その時っていうのが、ま、後にコンディショングリーンを結成する、カ、はいまあ、かっちゃんこと、はい、川光勝弘さん、そして後にメデューサというバンドを結成する、 キャンさんなどを中心に結成されたウィスパーズというバンドがその走りなんだそうですがその頃はあのまはあ、ベンチャーズ系のサウンドを中心にしていたそうです<ー>1966年に入ると、はい、まあビートルズがまあ流行り始めますけれども、うんはい、その頃沖縄ではチャマーズというバンドが登場していたそうですうそ私ももうリアルタイムではないので全くわからないバンドの名前が多いんですけれどもそして70年代に入りますと ベンチャーズとかビートルズの時代が終わってしまいまして、まあ、その頃から沖縄のロックシーンというのは4大ハードロックバンドの時代を迎えるわけなんですが、うん、そのハードロックバンド聞いたことある方も多いと思いますが、はい、キャナピス、うん、そしてコンディショングリーン寿、うんうん、そして紫ですね、うん、もう大御所の皆さんばっかりですけれども、うん、その4つのバンドが、えー、沖縄のロックシーンを、えー、まあ引っ張っていく時代になっていきます、うん、まあその後74年にはメデューサというバンドがまあ参入してくるわけですけれども その背景にはあの、ベトナム戦争というものが実は関わっているんですね。すねうんまあまり音楽と戦争ってあまりピンとこないかもしれませんけれども、まあ、戦後、沖縄にはたくさんの基地が、はいえー、できてまして、その時から、まあ、アメリカの文化、まあ、音楽も一緒に入ってきたわけですけれども、はい、このベトナム戦争というの頃には、沖縄の基地にはベトナムに派遣されるアメリカ兵がたくさん駐留していたわけですね。で、あの、まあ、金町とか、コ、え、ザ、ー、今の沖縄市ですとか、そういったところのライブハウスのお客さんというのがもうほとんど アメリカ人だったということで、うん、まあこのアメリカ人、アメリカ米兵相手にロックをするわけですから、うん、もう生半可な、中途半端な演奏ができないということで、うん、それでまあ日本本土よりも、あの、もう技磨きられて、でもハートも熱くさせられてというようなロッカーたちが増えていったんでしょう。うん、だもね、これから戦場に行く兵士とかね、そうですね。やっぱり状態がもうね、高ぶってると思うかもい気持ちを,うう人を相手に。うん。うん、まあいろいろ、この間テレビで、その沖縄ロックの、あの、 番組がやってて、その時のバンドの、バンドの人が語ってたのは、最初の頃はもう、あの、演奏中に瓶とかガラスとか、うん、あの、背に投げられていたって、経、うん、も、しながら演奏していたっていう話を聞いて、うん、あすごい環境だったんだなと思いましたけどもね。はい、で、そう言って、まあ、ベトナムからまた行く人もそうだし、帰ってくる、うんはい、ベトナムから帰ってきた兵米兵たちの、もう精神的に巻いて疲れきっているということで、うん、彼たちはまあ,あ、自分たちの気持ちを紛らわすために、まあ、より大きい音、うん、してより刺激的な歌詞、はい、歌、 ですね。そしてまあ、もう、料理、本場、沖縄の自分、ああ、本場、アメリカのか、うん、アメリカのロックに近い音楽というのを求めていたということで、うん、まあ、そういった環境もあって、沖縄のロックが、あの、まあ、磨かれていったという時代があったそうです。うんはい、はい。そしてまあ、同じく、まあ、そして1975年の4月30日に、このベトナム戦争っていうのが、終結するんですけれども、もうん、はい、その途端、沖縄に駐留していたアメリカ兵たちは急にいなくなってしまうわけですね。うんはい 今までこのロックバンドたちはアメリカ兵を相手にやっていたんですけれどもこのお客さんがいなくなって、うん、もう軍隊が必要なくなったっていう同時にもう沖縄のロックっていうのも衰退していく時代になってしまったんですね、うん、もう軍の時代から観光の島になっていたというわけですねそして、えー、ここでハードロッカーたちはどうしたかというと本土進出に向けて、うんえー、目指すわけになります、はい、でこの同じ年1975年の8月にこの紫が本土デビューを、うん 果たすすことになります、はい、1975年、私はまだ生まれていません。んはい、で、この,、えー、の1976年、翌年ですね、デビューから4月1日には、ファーストアルバムがリリースされて、もうファーストリリーーアルバムがリリースされて、すぐ翌年にはあのー、当時、ミュージックライフという音楽雑誌が、 あったそうで。はい今,でね、今でも今ではある今でもあるのかなあるんじゃないかな。あるのかな。<laughs> そのまあグループムードにおいてまあ当時人気があったチューリップとか、うん、で五代五を差し終えて人気投票第一位にまでなったということで知らなかったです。すごいですね。沖縄の昔のロックバンドが。ね、チューリップと五代五を抑えて一位ってことはもうちょ相当な知名度ですよね。そうですね。ねその頃どんな音楽が流行っていたかわからないですが。一郎、うん、<laughs> 兄ちゃんが <laughs>。<laughs> <laughs> はい、すみません。えー まあそういったことで、まあその、えー、この、紫が1位になった1977年っていうのはちょうどザ・ベスト10が始まった年でもあったり、<ー>そして今でも人気がありますアムロ、安室奈美恵が生まれた年でもあったそうなんですね。<ー>そういった時代背景があります。<ー>で、その後、この沖縄の六6神というのはどんどん、あこの日本本土に進出していくわけで、<ー>え、コンディショングリーン、ーそしてサンディエゴ、<ー>そしてマリー・ウィズ・メデューサーっていうのも、<ー>え、どんどん本土で成功を収めていきます。 でこれまで沖縄の音楽イコール、まあ、民謡というイメージが強かったものから、うん、沖縄音楽イコールハードロックという印象にイメージに変わっていったんですね今でも最近沖縄からたくさんのアーティストが頑張っていますけれどもスピード、うん、マックス、ダパンプ、他に何がいますかねあのモ,ンかモンゴル800そうですね、うん、オレンジレンジ h y とかビギン もう、りがないですね。えー、<laughs> たくさんありますけども、うん、そういった沖縄の音楽史を語る上で、この沖縄のロックっていうのは、もう避けて通れないということは、これ間違いない、だと思います。うんうん ね、私もぜひその時代に生きていたかったなと、本物の、うん、沖縄ロックを体験したかったなと思いますけど、はいはい、それでも今でもたくさん沖縄ロックっていうのはまだまだ熱い。うん、で、今日も6月9日ロックの日ということで、コザ、うんえー、ミュージックタウンではロックの日に関連するイベントもあるということで、うんえー、皆さんぜひ足を運んでくださいうん、うん。6月、今日、あ、今日からか。今日からあの沖縄市の音楽資料館音楽村というところがあるんですけど、そこで紫展をね、されて。 でいろんな資料もあって写真とか映像とか一、はあ、日館長をねそれぞれメンバーが一日ずつされるそうなので,なで、ね、ファンの方ぜひ行きたいですね、うんまあ、行きたいというのは実は私あの那覇で那覇大鼓というエイサー団体をの代表しているんですけれども創作エイサー団体なので。うん どんな曲でもエイサーにして、はいはい、あの、使っていいんですけれども、<ー>洋楽であったり、ロック、パンク、ヒップホップレー、レイ系んでもいいんですけれども、<ー>そうなんですね、うん、沖縄民謡だけじゃなくて、はい、で、実は、えー、2年前ですかね、あの、那覇で創作エイサーコンテストという、あの、年に1回行われてるエイサーの大会がありまして、この時私たち団体が、この、 ま、曲で使ったのが、この紫のダブルリーングウーマンという曲に合わせてエイサーを作ったんですね。ええー、あんな早い曲で <laughs> そうね、ちょっと今までにないようなエイサーを作ってみたいと思って。で、見事、その年、優勝いたしました。うん、見てみたい。<laughs> 自慢話になってますけども。うん、であの、YouTube で、あの、まあ、那覇大光と原作者たくさん動画、えー、が出てきます。その中で、あの、まあ、おととしの、ええー、 エーサーコンテストでダブルディーリング、うに合わせてイサーをた叩い,いてますのでぜひ見てみてください、うんうん、興味ある方は。私も、えー、去年、はい、ですねあのセルラースタジアムであった音楽のイベントで、えー、全く知らずにちょっとあの遊びに行ったら偶然紫が出ていてですね、はい、その時私、初めて生で<ー>見たんですね,ですね感動しましたね、かっこいい。えー、今ででもも子供たちでもあの竜神マブヤのテーマソング、うんうん 子どもたちも知っている方多くなってきているそうなんですがうん、うん、世代を超えてまた沖縄のロックがこれからまた熱くなっていければいいなと思います。はいはい、というわけで今日ロックの日ということで、はい、紫の紹介をおにりしましたので、はい、ゆきさん音楽の紹介お願いしますあ私ですか。発音良さそうだからかっこよくやってくださいよ。<laughs> <laughs> わかりました。はい <laughs>、まあ。あの、紫のデビュー曲、まあ、デビューしたのが1976年4月1日にリリースされたファーストアルバム、紫の1曲目に入っておりました。で実は、ず、まあ、昨日ですね、はい、4月あ、6月8日、はい、えにデビュー40周年を記念して、ニューアルバム、 を発売しました。えー、えクエイサーというアルバムを発売されました。うん、その中でも、デラックス版のみですが、ボーナストラックにライブバージョンが収められているということで、うん、ぜひお聴きください。紫で、うん、ダブルディオインウォーマン。 何分これ以降何分ぐらい伝えた、っ、い、と。ともう先ほど内容もないので十 <laughs> 分十分十分あればいいかな。わかんない <laughs>、はい、読めないです <laughs>。

紫のダブルディーリングウーマンを聞いていただいています沖縄手帳発行人の時間この時間は丸るま印刷の提供でお送りしています 沖縄手帳発行人の時間です。次のコーナーではここ一週間の中から面白い出来事を紹介します。沖縄手帳をお持ちの方はぜひ手元に用意してください。はい、えー、紫のダブルデーニムウーマンかっこよかったですね。かっこよかったです。<laughs> <laughs> さて、えー、まあ今日はロックの日ということでしたけれども、はい、さった昨日六月八日は何の日だったでしょうか。うんね 6月8日は特に語呂はない,ないと思うんですけど、ね、旧暦ね、はい、5月4日だから、ゆっかの日ですよね。そうです、ゆっかの日。うん、あこれも沖縄手帳、旧暦の、えー、ことも書いてますので、えー、すぐわかります。はいえー、このまあゆっかの日、沖縄でゆっかの日といえば、ハリーですけれども、ハリー見に行かれたことはありますか、はいうん 来て沖縄来てすぐの都市に那覇ハーリー行ってでほうほう去年糸マンハーレー見ましたあ結構楽しんでますね、はいはい、楽しんでますそのうち出てもう出場までするんじゃないですか、はい、もう本当に腕の力がない <laughs> 絶対それはありえないんですけど <laughs> 見る方で、はい、ええーまあ、こちらから沖縄のハーリーについてあのお話していきたいと思います、はいまあ、沖縄ではこのハーリーの鐘が聞こえると、まあ、梅雨が明けると昔から言われていますけれども、うん、もう。 スタジオ向こうの青空が広がって<ー>昨日夜中、結構大雨降ってましたけれども、うんはい、もう梅雨になるんじゃない、明けるんじゃないでしょうか<え>まあ、梅雨が明けるというのは、イコール暑い夏が来るということになりますので、<え>ちょっと <laughs> それもどうかと思いながら <laughs> <え>乗り越えていきたいと思いますが、ーえー、この那覇ハハージこのハーリーというのは、まあ、サバニと呼ばれる、はい、あの漁船を使ってスピードを大き競うレースですけれども。はいはいうん もともとは、この、ウミんち漁師の、あの、豊漁とか、航海安全を、はいえー、祈願するためのお祭りとして行われていました。はい、で、この、はり、まあ、歴史を遡れば、はい、これは約600年ぐらい前の、の、うん、まあ、琉球王朝時代に中国から伝わったという話もあります。はい。まあ、いろいろ説はあるんですけれども、中でも、えー、まあ、14世紀頃に中国に留学した学生が、 この、ま、現地で見た、この波流線競争を見て、え、ま、戻ってきた後に伝えて広まったという、え、話が残っていたり、また、那覇市出身の、ま、長浜という人物が、ま、琉球の使者として中国に送られたわけですけれども、その中国でこれを見て感動して、で、戻ってきて、王府にすぐ伝えて、で、これがまた沖縄でも広まったという、こう説など、ま、いろいろ、諸説あるそうなんですけれども、どうなんでしょうかね。ああ、うん。 中国の、ね、人に聞いたらこうよくこ,のこういう船の競争の行事はい、はい、見たことあるっておっしゃってたんでやっぱ中国ではもうポピュラーみたいですねあなるほどやっぱり中国の文化として、うんまあ、日本国内でも長崎の方でもこういったハリウッド戦競争があるとか、うんまあ、東南アジア、あちこちで行われているそうなんですけれども、うんまあ、この沖縄でのハーリーは、えーまあ、1879年、廃藩置県の時に一時、禁止されたりもしたそうで。うん 1879年私は言わなくなった琉球とというふうに覚えてますけれども。はい、であったり、また後の沖縄戦の影響で長らく中断を余儀なくされたということですが、まあだけど、ひっそりと沖縄の漁師文化として途絶えることなく。 今ででも受け継がれているいるととうことなんです、ね、そうういえばそうですよ、ねうん、そんな、ね、歴史あるとは思ってましたけどそれはいろんなことあったから中断したりはしてたんですよね。それでまた復活されてはい、はい、あちこちで行われているのが、うん、いいことだと思いますけれども、はい、まあ普通あの一般的にハーリーというと名波ハ,ハーリーのイメージが、えー、大きいと思いますけれども那波、うんまあ、ハ,ハーリーはこの観光客でも多く楽しめるようにということで5月のゴー,ルデンゴールデンウィークに合わせて開催されておりますが。はい 新歴のねがゆっかの日のハーリーは、えーまあ、沖縄あちこち行われますが中でも有名なのが糸満、まあ、ハーレーですね、うん、生き様を見に行ったという糸満ハーレーですけれども、はいまあ、これもまたよくどうしてハーリーのことを糸満ではハーレーと呼ぶのか、うん、ということがよく疑問に上がるんですけれどもこれもまたいろいろ説があるということで、うん、私が聞いた話ですと、まあ、昔はこの競争戦のことをハレブネと呼んでいたそうで、うん でそういうこの晴れ船の晴れから、うん、糸満島、港側の方でも、晴れと呼ぶようになったと言われておりますけれども、うんうん、ゆきさんはまた別の情報をお持ちということで、うん。この前聞いてきたんですよ糸満晴れの実行委員の方に、んんそしたら、昔は、船ハラセスすって、ね、んん船を競争させる勝負っていうの。はいはい 打ちながちで言ってるだけなんですけどそれをハラセーの部分をハラセー、ハラセーって取り出して言ってたみたいなんですけどそれが変化したものっておっしゃってましたどハラセー、ハラセーはいそうです。なるほどいろいろな地域によってもこの由来というのはまた歴史背景も変わってくるのでそれぞれのハーリー大会を見に行って調べてみるのも面白いかと思いますこの糸満ハーレーですけれどもクンヌカセという競争がびっくりしました。見た時。 私の実はまだ一度も見たことなくてですね、<あっ S 1> 毎回どうしても平日に当たってしまうのでなかなか行けないうですよねムクンヌカ製というのは、まあ、レースの途中に一斉に船を転覆させて、<う>で、急いで元に戻して、水をかき出して<う>、横に一回転するんですよ。<laughs> す,すごいですよ。うん、これ、元に戻せなかったこととかってないんでしょうね。鍛えてらっしゃるからね、<laughs> それはないと思うんですけどね。 で、また乗り込んで最後またこぎ続けるという、もう必見ですので、はい、昨日見逃し方はぜひ来年、うん、<laughs> 皆さん、ちょうど今日はあの新聞にも大きく一面取り上げられてましたけども、うんえー、今年は西村,が,西村が,が優勝したということで、うん4、4年連続の優勝だったということで、うん、また来年はどこが勝つか楽しみです。うん、で、また、この南部のハー,レー,ハーリーでは、大島のハーリーというのもまた人気がありまして、うん、あの、大島といえば、ゆきさん何を思い浮かべます なんんか美味しいもあるですよね天ぷら、大島に行かれたことあります。ぜひ行ってください。天ぷら、美味しいですし。そんなにですか私も先月行ってきたばっかりなんですけどね。天ぷらを食べるためだけに行きましたけど。その大島の橋がかかってる、本島から大島に渡ってる橋、5ルぐらいの高さあるんですかね。そのの橋上から 海に飛び込んで、うん、そこから乗船して漕ぎ始めるという流れ船という、えー、あの競争があるそうなんですが<え>漕ぎ手全員がですか自らがは、ね、あの橋から飛び降りるところからがスタートということですごいそれ一つの見どころとなっておりますので、えー、これもまた見たことない方私もそうなんですが来年再来年。えー 全部同じ日に行われますのでね、そうですよね1に一つしか見られないんですけれども、うんうん、これ絶対旧暦の5月4日から動かさないっておっしゃってました、イトマンハーレンの方はあーそうでしょうねう平日でも学校、仕事全部休みにして、はい、でもやるっていうか、すごいですよね <laughs>、うんはい、羨ましいですけれども、うん、<laughs> あっ、仁さんもなんかハーレンに出たことがあるとかってはい、実は私、7年ぐらいになりますかね、那覇ハーレンに毎年。はい 出場させてもらっておりまして、ナハハリの本場り、はい、本場りというのは、まあ最後のメインイベントで、苫谷、はい、那覇、久米の3チームで争いうん、うん、まあ儀式的なウガンバーリーというものも有名ですけれども、はい、私は毎い久米のチームで、はい、出場させてもらっております。小切手で、小切手ですね。すごい。はい まだ私が入って7年間優勝していないので、クメのチューンは。どうなんですかすごいしんどいですか <laughs> もうしんどいところか。まあ自分自身のしんどさもあるんですけれども、<laughs> うん、一番大事なのが、このみんなと息を合わせる。うん、みんなと合わせる練習が、もう、これが勝負ですね。あれ練習何ヶ月とかやるんですかもう1、2ヶ月前からスタートしてますけれども、えー、なかなかこれが私は一番エイクといって一番前で、あの、超えてますので。一番エイクって、 花形じゃないですかとは言いますけれども <laughs> 後ろが見えない分 <laughs> <ー>もう私が引っ張っていくしかないので、えー、目の前にいる金討ちと呼吸を合わせながら頑張ってますけどなんかもう一番エイクになったら嫁のもらい手に全然困らないみたいな話聞きましたけど <laughs> 実際どうでしょう <laughs> <laughs> 困りながらも <laughs> ええー すごいハーリーも合わせてぜひねあの見に来てください来年は。で、えー、実は今週末まだハーリー終わっていないところもあります。はいはい、えい、ー、城市佐敷の馬天講で開かれます馬天ハーリーがありますけれどもそれにも実は私職域レースで出場します。えー、このの馬天っていうのはまあ昔琉球を統一した小波市 が拠点港として使っていたということで歴史ある優秀ある港で行われるということで、えー、今年のあ今週の6月12日日曜日ですねはいぜひ見に来てくださいすごい職域レースっていうのは職場対抗みたいな会社対抗みたいなそう,そうですねうはい私はあの今サンゴシャスコーレというところで講師をしているんですけれどもあの那覇にあるフリースクールですねはい、はい、そこのチームとして出場します<ー>またこの那覇ハーリンの船とこの バテンハーリーの船とはまた大きさも、エイクの貝の太さもまた全然違って、漕ぎ方まで変わってくるのでね、ちょっと感覚があの分からなくなったりもするんですけど<ー>、はい、このエイクで、本番に使うエイクでいつも練習するんです,かそ,うですそうです、そうで、ん、す本番で使う船とエイクで。へぇ、仁さん、すごいですね、踊りもするし、エサもやるし。<laughs> <laughs> ハーリーの子見てもするし、なん、ええ、もう沖縄文化全部やってみるみたいな感じ。とは言っても、まあ、い換えれば浅く広くということで。<laughs> <laughs> 好きなことはやっとこうというだけの、えー、話ですけれども。い,やでもいいと思います。はい。はい。じゃあ、そろそろお時間になりま,ました、はい。そろそろ時間になりましたので。はい、また来週も私ヨナハジンがお送りいたします。お楽しみください,、はい。はい、沖縄手帳発行人の時間でした。では、また来週。 この沖縄のが好きという気持ちが形になる沖縄手帳の編さの、えー、お手伝いも3年ぐらい前からさせてもらっております。はい、というわけで今日はあの代表がいなくて心細いですけれども、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。グサ、はいはい、というわけで、えーはい、ゆきさん今日は何の日かわかりますでしょうか今日は6月9日。は月